壁ツネを3月9日から2011年2月3日は日本の裁判官、弁護士、最高裁判所判事、広島県、壁虎像の次男。父、虎像は広島市猿甲橋町で五副省を営んでいた。旧制広島高師附属中学、旧制広島高校、東京大学法学部卒、1952年判事部任官、水戸地裁所長、 最高裁主席調査官、東京地裁所長等を経て、1988年、福岡高等裁判所長官に就任。1990年から、最高裁判所判事を務め、1997年に、定年退官。1997年4月2日の愛媛県、安国神社玉串料訴訟大法廷判決では、三吉徹と共に国川首長を支持し反対意見を、 出した。退官後は弁護士登録し、NEC 監査役を務めた。1999年に、君一等随法章を受賞した。2011年2月3日、死去。83歳没。広島で被爆し妹を亡くしている。東京地裁裁判長時代に、東京相門訴訟を担当し、いわゆる、壁所見を出し、その後の薬害裁判に影響を与えた。父、 トラゾウは、広島市沿江和市長の壁虎ご福店主。親族の壁哲男国税庁長官の妻は、岸田文雄元外務大臣の妹。ありがとうございます。